北ローディング。こんにちは。今回は鳩峰峠まで進んでいきます。道が狭まってきて、まず見えてくるのは巨大なワッフル。ワッフル、ワッフル、思わず叫んじゃいました。この辺の道路は多くのファンに愛されている道路なんで、今回はあまり説明とかいりませんね。まったり行きましょう。一旦宮城県の七ヶ宿町に入ります。緑のトンネル、いいですね。車が止まってます。こんな山奥に何のようですかね。
ビナゴ集落に入ります。こんな山奥に人が住んでいます。なんかすごいですね。右折すると稲穂峠につながる道に入ります。どんな道なんでしょうね。私気になります。稲穂集落を後にしてさらに国道399号線を進んでいきます。番号、私気になります。
このまま異世界にワープとかしてそうですね。何も見えません。到着しました。ここから見る景色はとても綺麗なんですが、今日は何も見えませんね。今回はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。